えーどうもゆきひろです。今日は2016年5月の5日木曜日のトレードの結果とあと考察を述べていきます。で、僕が昨日見てたのはユーロドルで、ラインは今表示させている1.1466というところですね。で、ここを超えてきた後、まあ、大きく下に落ちましてで、 僕はこのトレードをリグイで終わることができましたでまずここにラインを引くに至った経緯なんですけれどもまず冷やしを見ると、ま、アップトレンドが続いてるんですよねただこういうふうに、ま、斜めのレンジを 描いてみるとまあ今のところっていうのはちょうど上のラインに当たって落ちてくる局面っていうことが予想できるかと思います。なのでまあ今っていうのはまあ上昇トレンドの中の下落局面っていうことで、まあ、下方向にエントリーができるかなと。 で特にこの、まあ、レンジの端この方でトレンド転換した直後っていうのは結構強く、まあ、トレンドの勢いが出るところなので,で、まあ、こういうところは積極的に狙っていってもいいのかなと思います。でこれ4時間見ると この僕が今引いてる1.1466っていうラインは前回の高値と重なるんですよね。ここ。このラインっていうのはまあ結構意識される部分っていうところはわかるかと思います。で、次短期足。 15分でいくと僕は15分ではこういうレンジで見てましたで今回のレンジっていうのはもうめちゃくちゃわかりやすい、まあ、なんでかっていうと3本の移動平均線がまあレンジの真ん中で収束してきてますよねでそのの収束の具合が めちゃくちゃゃく綺麗もう3本の移動平均線が1本になるぐらいでこれこっから日付変わっててねこの縦のラインの右側が5月の5日だったんですけどこれ ラインブレイクするまで値幅がこんだけしかなかったんですよ1.1481から93までなのでまあ10ピップスちょっとぐらいしか値幅がなかったとその日はでユーロドルってだいたい1日平均100数ピップス伸びるんでまだ 言えばまあ90ピッ以上伸びるる余地があるってことですよ、ね、なでまあレンジがずっと続いててしかも当日値幅がめちゃくちゃ狭かったということで、まあ、今回のトレードっていうのはすごい優位性があったさら、まあ、に長期足でもまあトレンドの転換局面ということで、まあ、値が伸びやすい位置であったしさらにこの1.1466っていうラインは まあ直近の高値でもあって、すごい意識されるラインであったと。そういうもろもろの理由付けがあって、今回のトレードっていうのはもう、めちゃくちゃ優位性のある、もう言えばもう、サンタクロースからのクリスマスプレゼントみたいな、もう、ほぼほぼ儲かるだろうみたいなところだったんですよね。なのでまあ、こういうところを積極的に、 狙っていければ、まあ、自然とトレードの利益っていうのは上がっていくと思います僕エントリーは大体このラインからちょっと下のところにあの指し値で注文を出してましてで損切りは このラインから大体10ピップ数七75くらいかでエントリーが大体60ぐらいだったかなでまずこの損切り幅と同じ分だけ進んだところでポジションを半分にぐって で、その時点で損切りを縦粘で下ろしてで、残りのポジションをさらにもう一段階下げたところで、リグイをして、で、全ポジション決済っていう感じでした。まあ、短期間で大きく伸び,て伸びてくれたんで、ストレスなくトレードできたかなと思います。で、それっていうのもやっぱり、こういうもろもろの優位な点が、 あったからこそ根が素直に伸びていったんじゃないかなっていう考えです、えー、今回のトレードの考察は以上ですありがとうございます